60秒でわかる先輩ごちそろ様です。パチスロ実践術 DVD の立花里乃、彼女を一人前に育て上げるためのライター育成型実践番組である。番組は第2シーズンに突入。彼女のさらなる飛躍を目指し用意された試練は、先輩への下克上。これまで教わってきたライターの極意を胸に、先輩たちにマジバトルを挑む。もちろん今回も勝利の暁には、先輩ごちそうさまです。立花里乃でございます。この番組はファーストシーズンで先輩方に教わったライターに必要な極意をもとに、今度は先輩方に下克上を目指して戦いを挑んでいくという番組になっております。で、今回第6回迎えましたが、セカンドシーズンが今回で最終回になります。で、今のとこ戦績が、3勝2敗で、サマイの方は両チームともマイナスということで、第6回目がだいぶ大事になってくるんですが、今回のゲストはですね、安心安全のこの二人に来ていただきました。どうぞ。おはようございます。おはようございます。はい、まずは自己紹介からお願いいたします。はい、三姉妹長女澤美織でございます。よろしくお願いします。イエイ。はい、三姉妹次女の正重優希です。よろしくお願いします。はい、三女の立花里乃です。よろしくお願いいたします。はい、立ち位置がなんか違う。気持ち悪いね。気持ち悪い。気持ち悪い。まさかの3姉妹がね、ずらっと、はい、集結いたしまして、はい、2人にはファーストシーズンも来ていただきましたので、ルールはご存知かと思いますが、もう一度確認したいと思います。私とお二人で対決をいたします。はい、ここがチームですね。チームですね。はい、チームでいいんですよ。しょうがないな、それでいいんですよ。1対2でサマイ対決をいたします。はい、で、負けた方が勝った方にお酒をおごるという、はい、仕組みになっております。オッケー。出た、出た。いいよ。いいよ。思いました。ファーストシーズンでいいよ、おごるよって言われた気がします。ねえ、だってそんなね、でもちゃん、私ファーストシーズンおごってもらったんだよ。そうですよ。こっちにしろおごってくれたの。そうです。あれ、どうだったっけ。あ、私おごった気がする。あんまり覚えてないんですよね。初回だもん。キュイーンさんと一緒だったんですよね。で、シゲさんがミサオさんと一緒に来てくれてね。で、今のところの5戦やっておりまして、はい、あの先輩チームが、はい、2勝3敗です。で、負けてるわけですね、こちらは。はい、トータル3枚がマイナス5000枚ちょっとっていうね。あ、結構いってるね。結構いってます。結構いってるね。負けてます。私がマイナス1300枚ぐらいで迎えてますね。かわいい。で、この番組は下克上がメインになってますんで、考えてください。これ、今日お二人が勝っちゃうと、私、3勝3敗で下克上ならずってなるんです。でも、サマエ勝ってんじゃない。サマエ勝ってんだけど、勝ってんじゃない。勝率的に分かりやすく4勝2敗の方がいいんじゃないかなと思ってまして。確かに、そうなんですよ。確かに、確かに。その辺も加味して実践していただければと思います。じゃあ負ければいいのね、こっちが。できれば。できれば。あれですよね、あれは。出してよ、じゃあ。じゃあ出してよ。そうか、そうよ。全員プラスで私がお褒めになればいいんだ。すげー、出せばいいんだよ。なるほど。こっちも負けたくないんだわ。そうか、そうですよね。そうか。ちなみに実践機種決まってます？はい、もうほぼ一択なんで、私は。教えてください、何ですか？セイントセイヤですけど。いつも通りやないの。ゴッツじゃないんですか？え、ゴッツじゃないんですか？ゴッツってなんすか？ゴッドです。ゴッドシリーズ。あ、ちょっと知らないです。あ、知らない。ゴッドとかちょっと知らないですね。海洋の方しかもう知らない。知らないですね。かしこまりました。じゃあシゲさんは。シゲさんパチンコなんで今日は。そうですね。そうなんですよ。なので、なんだろう、2択ぐらいにしてます。ミリオンゴッド。まあちょっとね、合わせてセイントセイヤーに行こうかと思ったんですけど、はい、でもちょっとその前に犬夜叉があったんで、犬夜叉打ちてぇなと。あ、なるほど。ミリオンごとディセントっていうのは、え、そんなでありますか？そう、え、ちょっと、え、ゴッド打つの？ゴッド、ハデス？いや、二人とも打つのであればって思ったんですけど。あ、ゴッド三姉妹やってたしね。じゃあ私、あの、オキドキ三姉妹で。じゃあ姉妹になってないから、立花里乃の一人一人バラバラだ、今日は。そうですね、バラバラのところで、はい、頑張りましょう。はい、それでは実践スタートです。頑張ります。頑張ります。今回のルールは、立花里乃と先輩ライターによる2対1の変則タッグマッチ。実践時間6時間のサマイ勝負となる。
タイムアップ時、特殊状態の場合に限り取り切りが認められる。負けた方は打ち上げの飲み代おごりの罰ゲームとなる。今回撮影にご協力いただきましたのはデルゼビッグサイト長岡小商事店さんです。デルゼビッグサイトの詳しい情報はホームページをご覧ください。デルゼビッグサイトは新潟県を中心にご覧の店舗で大好評営業中。お近くへお越しの際はぜひデルゼビッグサイト各店にお立ち寄りください。それでは早速実践開始。おはようございます。おはようございます。さてさて、お初でございます。デルゼビッグサイト長岡小商事店さん、おはようございます。自動演奏中ですよ、ピアノが。なんだあれ、あれ、これ大丈夫かな、これ。あれ、おきどきコーナーに誰も座っておりません。歩いちゃったんでこっちから行けますか。ちょっと人が少ないのでリセットかどうかがわからないんですが、試しに打ってみます。人の少なさは気になるが、リセットに期待を込め、おきどきからスタート。はい、ということで私はいつも通りおきどきからスタートしたいと思います。前回は朝おきどき2台かなってヒットせずだったので、今日はしっかり朝一早いあたりを引いてしっかり帝国を開けたいんですが、で今2個隣の台がおそらく太鼓からボーナスリセットされててもおかしくないんじゃないかなと。あの台は一発で上がってもおかしくないですね。41ゲーム、ちょっと遅めではありますがビッグボーナス当選でございます。当選2000円、この台をもう上がるまで打ちます。やることができたぞ。続いてスロット担当沢。あら、みんな同じ方に向かいますね。でも私は右に行くんだな。さてさて、これで常連客の動きを全く無視、一人バラエティーコーナーのセイントセイヤへ。さあ、それではですね、私は、他の台に目もくれずにセイヤ一直線でやってまいりましたけども、もう好きで仕方がない機種でございます。はい、まあ、恋持ちもいいですし、夢もある台ですので、ちょっとまずはここから行ってみたいなと思います。何をやってるの、あれ、ちょっと待って、降格じゃん、降格スタートじゃないのこれ。違うか、コスモチャージか。朝一合格いってくれるとね、まあ ほぼほぼあのリセットなんですけど、前日10ゲームやめだから普通にラッシュ抜けで、しかもあーでも合格いってるね。これリセットなのか、まあ後々わかります。はい、最後はパチンコ担当正重。ありました。私は今日は犬夜叉から実践スタートしようと思います。
この番組でも実践回数の多い人気機種犬夜叉からスタート。はい、それではまさしげはこちら犬夜叉の SP ですね、69分の1で小当たりが当たるバージョンでございます。はい、こちらから実践スタートです。打ち始めてすぐにバトルリーチに発展、小当たり獲得のチャンスに。犬夜叉はちょっと怖いな。一撃、はい、残念。はい、あ、復活しました。はい、最終決戦です。37回転ですね。あ、緊張しますね。あ、怖い。すごい楽しいんですけど、さっきね、あのみおちゃんがこれ、はい、ちょっと早めに終わっちゃいました。そうですね、あのさっきみおちゃんが犬屋さん何やってるか全然分かんなかったって言ってて、ちょっと今度一緒に打つ機会があったら丁寧に教えてあげたいと思います。41ゲームと少し遅めではあるが、1回目のボーナスを引いた立花は、おお、10ゲームです。上がりまして、しかもつきっぱなし、しかもネック、ドキドキ賞でございます。ラッキー。この3日の全滅転倒でレグっていうのがやっぱ一番気持ちいい。この矛盾は一番気持ちいいですよね。もう今日で大丈夫でしょう。あの彼がもう自己的に出さなければ問題ないと思います。お待ちましょう。しかしそういう時に事故を起こすのがこの人、沢美織。一応ちょっと言い忘れちゃいましたけど、この台がですね、昨日、ラッシュ抜けで、10ゲームでやめております。はい、強気だったらかなり悲惨ですね。状況は厳しい。ただちょっとリセットの可能性が出てきて、あー、ちょっと遅い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 、降格中にいてくれっていうね。まあ、もしかしたらまだいるかもしれないけど。この強チェリーから連続演出に発展。赤文字出ないかな。あれ、チャンスアップ入ってるな。当たらなくはない、赤文字じゃないけど、あるよ、いった。降格中に引いてたっぽいですね。ステージはちょっと変わっちゃいましたけど、多分降格、内部的に降格でその間に強チェリー引いたみたいです。私、結局リセットかどうかわからないまま当たってしまった沢。あー、やっと始まった。やっと始まりました。自己最長準備中記録です。はい、70ゲーム以上準備中が続きました。弱チェリー3回引いて、スイカ1回引いて、強チェリー引けてないので継続ストックはしてないと思いますけど始めます。はい、朝一ね、一発目の GB なので、これは本当 GB レベルが重要です。もし据え置きだとしたら多分 GB レベル1だと思うんですよ、普通に考えて。まあ、60本以上の可能性、GB レベル2以上の可能性が、まあ、2分1以上あるので、さあどうでしょうか。レベルの方は 60% 以上だったらうわうわです。2であれ、あ、いいね、50か。あー、50ですか。まあまあまあしょうがないですね。まあバイアンだし当てるかもしれない。
強攻撃です。早いね。あ、復活虹。いけるかもよ。中攻撃。おいっと、うっそ、ちょっと待って、ちょっと待って、興奮してきました。こんなに早くスイントラッシュに入ったらもう私どうしましょう。いや、まだまだですかね。もう一回、もう一回勝てればラッシュなんで。開始画面味方でお願いします。あー、弱い、弱いよ。強攻撃はやめよう。あー、強攻撃、もうあとは復活にかけよう。あー、ダメ、まだまだわかんないからね。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとちょっと、いいんですか、いいんですか、3000円しか使ってないのにラッシュいただいてもいいんですか。セイントラッシュ確定。本当に最高ですね。うわうわ、もうこんな嬉しいことはないです。本当に朝一、朝一一発目の GB で突破しました。ということでですね、セイントラッシュ3000円でいただきました。ペガサス覚醒、えい、ペガサス、目標200、平均ですけど、平均だけど、その平均は赤ならがないといかないんだ。いい、えい、いいプレーでした。170、うん、まあ、うん、うん、いつもよりはいい。OK。 沢の状況を知らない橘は意気揚々と連チャンを堪能していた。1269枚、ベルからの、いや、チェリーからの一時連です。通常点滅、9連目かな。1462枚、ちょうど気を一回も光らせずに終わるのは嫌なんですけどね。32、はい、抜けました。どうしようかな、ちょっと一旦店内をぐるりと一周したいと思います。私が打ってる台の2個隣の台がですね、いい感じに上がってるんですよ。ただなんかこう2連3連みたいな感じでもじ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 してるんですけど、悪くなさそうなんですよね。早くも至福の時を迎えた沢、ここでさらに、わーお、待って、これ閉まりますかね、扉閉まりますか、これスイカじゃないでしょ、スイカ3桁乗せだ、きたー、嬉しい。まあ、25% は300ゲームです。 75% は100ゲームだけど、やりました。いやー、楽になった、もうこれでしばらく。ほらほらほら、バレた、めっちゃ楽しいよ、ね、めっちゃ楽しいの。何してくれてんですか。300乗っけたの。300乗っけたの、うん、スイカちゃんで。そうそう、早いですよ展開が。今日は一日ハッピーです。
すごい笑顔ですね、うん、すごい嬉しい。ちょうど青色着てますもんね。そうだね、セイント聖夜色ね、うん、何言ってんの。ドキドキです。いつも通りだ。一発でレンチャンゲットしてもう勝った気でいたんですけど、うん、これ見たら全然負けてますね。さようなら、さようなら、イエーイ。そういやいやいや、勝った気でいたよ。バレちゃった。序盤から動きの多いスロット2人、今度は正重の方にも。あー、こっちじゃないですね。やっちゃいましたね。319を今引いてしまいました。もったいない。186回転ですね。投資が外し8000円です。はい、 6%、 6% は引いたことあるんですけど、ここがマックスになったことはないんですよね。そう、マックスじゃなくても引いてる可能性はあるけど、はい、残念でした。2ラウンドの通常です。はい、いやー、もったいない。残念な当たりを引いた正重だが、この直後再びチャンスが。あ、住江予告が。あ、でも極楽町に行ったなら、まああるかもって感じですね。とりあえず最終決戦、はい、行きました。いや、これそろそろ来てほしいですよね。5回目、はい、5回目の最終決戦です。はい、あーあー、怖っ。はい、いやー、惜しいんですけどね。危ない、惜しいね。なかなかまっすぐに真ん中には。おー、来ました、来ました。5回目でなんとか V 入りました。総投資が8500円です。ありがとうございます。あー、やっと楽しい時間が来ましたね。はい、ストックタイムです。ちょっとね、怖いんですけど、本当に苦手なんで怖いんですけど、まあちょっと何個かストックできるように頑張りましょう、ベンちゃん。ストックはできないまま200秒が経過。はい、秘訣でした。はい、まだあるんで、ファイナルチャレンジ行きましょう。はい、怖いな。お、やりました。引けました、よかった。なんとかスルーせずに、はい、引けました、よかった。出てこい。出ました、15ラウンドです。はい、ストックタイムですね。ちょっと次こそここで安心してね、ストックタイムが終えられたらいいんですけど。はい、さっきは外しましたが、早いね。はい、行きました。すごい早い段階でね、もう赤になってましたね。ストック、はい、安心して見れますね。あとは、はい、出陣。
レインボーだ。出てきましたね。はい、15ラウンドです。特上犬あたり。続いてのストックタイムも仲間が集まり、出てこない。はい、4ラウンドですね。犬あたりです。結構回らなきつい気がするんですよね、ここは。はい、ダメでした。はい、ということで、4連チャンで終わってしまったんですけど、一応表示で4400発ですね。箱ちょっと出てるので、一応まあプラスにはなりました。とりあえずちょっと最終決戦もう何回か頑張りたいと思います。置き時に比べるとゆっくりだが、順調に出玉を増やしていく沢。狭い。170ゲーム以上あります。すごいですね。まだ初期ゲーム数残ってるってことは、470ゲーム今のところ乗せたってことですね。直乗せで。おお、強チェリー。さらに特化ゾーンつきますからね、この後ね。はい、ゴールドです。スーマスクかと思ったら、ミロ弱めですね。目標50でいけます。弱いんでね、あんま期待はできない。楽曲流れないかな。最悪。復活ちょうだい。ない。弱いですね。たったの30ゲームでした。細かい上乗せで延命していたセイントラッシュ、いよいよ終わりの時が。はい、引き戻しチャレンジ頑張ります。またここで3連勝すればラッシュに戻ります。さっきバイアン勝ったからまあ普通は勝てないんですよ、普通はね。あー、一発終了。はい、ということで、770ゲームの1779枚、投資3本でこれまでここまで出たんで、打ちます続けますまだ不屈ポイントも1ポイントも貯めてないので、で、コスモポイントすら貯めてないのでね、ちょっとその辺も見ていきたいなと思います。ドキドキモードが抜けた後も様子見を続けていた橘。足りましたね、122ゲームビッグボーナス。この一発で天国に戻ることはなかったが、あら、スロー点滅でございます。34ゲームビッグボーナス。悪くないんじゃないかい。早く当たってくれただけでなく、19ゲームなんでちょっと微妙なんですけど、ありがとうございます。天国です。上がってましたね。先かな分の一時入れんです。通常点滅3連目。32ゲーム、3連で終了です。
き戻しを狙い早い初当たりを期待していたが、にやかゲームちょっとね、自分で区切りをつけていかないとずるずる打ってしまうので、ね、2個隣の台に移動する気で今いますので、そちらに移動します。こうしよう。しかしこの大移動は見事に不発、何事もなく400ゲームを突破。はい、ありがとうございます。965枚1000枚なかったです。だいぶ減らしちゃいました。ちょっと簡易カード作って入れていきたいと思います。とにかくセイヤを楽しみたい沢、2度目のラッシュはいつ訪れるのか。チェリーを重ねる、緑計画中の強チェリーは 10% 前後ですね。まあ、設定差ありますけど。おー、びくしょあれあれ当たった当たってます。コスモチャージの演出が出てきました。ミッションクリアと思わせて GB です。98ゲームですね。定格の強チェリーから当たりました。セイントラッシュの後なんでね、期待はしてませんよ。あら、普通に負けそう。まあ一発で負ける分にはいいんですよ。いいのいいの。はい、不屈ポイント初めてたまります。えい、示唆はないですね。少しハマりの気配が見え始めた頃、何枚出たのラッシュ。1779枚。すごいね、頑張った。2回目目指して、うん、あのGB 一発目で入ったからラッシュ、うん、あ、そうなんだ。何にも不屈とかも何も見れてなくて、普通に 50%? 表示は 50%。 どう？私も一回ね入って、うん、で気持ちプラスかなぐらい今。いいね、いけるね。いいね。頑張ろう、うん、楽しそうだね。すごい楽しい。よかった、何よりです。頑張って頑張って。犬夜叉に戻った正成はまたしても小当たり獲得のチャンス。緑保留がなんか出れば軍が出ました。 90% なんですけど、私すごい外すんで、この 90% は本当に2分1くらい外してるんじゃないかぐらい外してるんで、そこまでちょっと期待はせずに、でも行きました。はい、最終決戦今日8回目ですね。今7分の1なんで、もうそろそろ2回目が欲しいですね。頑張れ。あー、もういきなり落ちるかと思ったら怖いですね。おー、いい感じに入ってくれました。ありがとうございます。2回目の、はい、ストックタイム獲得です。波乱の前半戦は全員がプラス収支。しかし橘は次の一手が見つからない。沢は天井目前の大ハマり、正成は2度目のストックタイムが5連チャン。ここからどんな展開が待っているのか。それでは後半スタート。まずは橘、
まだ当たりのない神々の凱旋に着席。はい、凱旋に移動してまいりました。当日19ゲーム回ってる台ですね。こちらを当たるまで打っていきたいと思います。当日リセット天井らしきところで当たっている台が2台、どちらも単発だったので何とも言えないんですが、おそらく前立腺じゃないかなと。19ゲームからまさかの天井狙いでございます。もう狙いとかじゃないですよね。で現在900枚ちょっと持ちコインありますので、持ちコインと追加投手で当てるって感じですかね。この数ゲーム後どうした、当たるのか、なんだなんだ、リプさんなんかしてましたっけ私。え、当たるってことですか。そういうことですね。右上がりキナーで当たっちゃいました。はい、これは当たっちゃいましたです。154ゲーム持ちコイン当選です。天井を狙っていた立花にとってこれは不幸な当たりでしかなく、はい、何もできずに終了でございます。リセット283枚。前半を900ゲームハマりで折り返した沢。さあ天井到達しました。全長を経て GB です。全然大丈夫です。でも今日は出玉があったんでねこれしかないですけども、なんとか持ちメダルでいけますんで、問題は不屈ポイントが溜まってるかどうかですね。わあ、もったいない。なんでこう、もったいないじゃない、引いたら F、 まあダブル当選してる可能性ありますけどね。今の強チェリーでも当たってるかもしれないですけど、いやー当たってから引きたいよもう。はい、996ゲーム天井到達でございます。ジェネラルバトル持ち込みです。じゃあ行ってきます。はい、スタートです。フックスポイント溜まっていれば次のレバーオンで先生やーと叫びます。どうでしょう、えい、やっぱ溜まってますよね。そうだと思いました。いやいいね、おっせーせっせやー。はい、ということで不屈ポイントからセイントラッシュ本日2回目ゲットでございます。ちょっとアテナ覚醒狙いますね。アテナ覚醒を、あ、ダメですダメなんです。あーダメだ。いやー60ゲームです、うん、まあでもさっき170ゲームで結構頑張れたんで、今回もあの直のせメインでいやそれ違いますね、それ違いますね、特化ゾーンメインで頑張りたいと思います後半戦開始早々、本日2度目のセイントラッシュ突入。おお、引いた、強チェリーありがとう。あー、なんかちょっと救われました。さらにこの直後にもレア役、あー、どっち、あ、どっち、どっち、これどっち、上乗せの方かな。あー、それいらない、それじゃない、それじゃないそれじゃないんです。
スアップないよ。あ、いけたいけた、よかったよかった、結果オーライ。はい、キョチェリーからです。ゴールドがいいけど違うよね。氷河50ゲームかな、30ゲームかな。あ、このタイミングのチャンス目よ。どう、3桁欲しい、3桁欲しい、よしよし、3桁いけ。うーやー、もうちょいもうちょいもうちょい、あオッケーオッケー、すごいナイスタイミング。あー、よかった、乗せた。3桁乗せに成功したサワ、またしてもここで、あら、ラッシュ入ってる、ラッシュ入ってる、上乗せじゃないですか。え、上手じゃないですか。え、あの直乗せがね、直乗せが頑張ってるの。160スタートでこんなにうまいんですか。そう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 、しっかり100とか乗せてる。あ、ま、いや、うまいな、また乗りましたね。はい、10ゲームおめでとうございます。ありがとうございます。10ゲーム、何打ってるの。外線打ってたんですけど、うん、今さまよってます。あ、当たったの。当たっちゃいました。当たって打つ台がなくなっちゃった。さまよってます。持ち込みで当たってますよね。あ、出たよ出た、持ち込みやろう。なんだそれ。出たよ、いつも投資やろうなんだよ。確かに、確かにっていうの違うけど。はい、わかりました。はい、どうも、はい、ありがとうございました。1500枚ぐらい出してください。頑張ります。はい、ボールをさまよう立花、こちらもチェック。3箱出してて、1箱また使って合わせる感じですね。ってことは、投資だけ聞きましょう。投資だけ教えてください。投資8500円。8500円、格安通販か。なんだ8500円、もっと使ってくださいよ。いや、だって出ちゃったもん。ブラってるじゃないですか。たまあるんだもん。悲しいよ。444でよく勝ってますね、逆に。本当だ ね、うまいですよ。本当だよ。はい、分かりました。あの、終わるまでに全部使うようにしてください。お願いしますよ、本当に。あー、V 入賞ね。あ、ストーンですね。すいません、失礼します。おそらく私今負けてるんですけど、でもこのまんま2人ともちょろちょろ出されるとガッて出さなきゃいけなくなるんですよね、結局。いや、オケドキに託しますか。はい、オケドキに託します。出玉スピードを考え、残りの時間をオケドキに託すことに。はい、ということで1台目に打っていたオケドキに帰ってまいりました。私が辞めた後もですね、初当たりはそんなにはまらず、上がるものの連チャンもせずという感じで、最大スルーが2スルーですので、次もしくはその次で上がってくれると思うんですけど、何が起こるかわからないですからね。急にはまったりとかもするので、もしかしたら追加としなきゃいけなくなるかもしれない。その一言がまるで言霊のように当たりが遠のき始め、後半のこの時間にこの展開は厳しいですね。まさかの500ゲームハマり。そしてよし、めちゃめちゃギリギリですよ。542ゲーム、今この下皿にある20枚ぐらいとクレジット入ってる17枚使ったらもう追加投資だったんで、レグなんですね。上がってないかな、びっ
ックであってほしかった。しかし天国に上がることはなく、はい、追加投手でございます。当たり軽くならないんですかね。一方正成も最終決戦チャレンジを抜けられず300回転超えのハマり。なんか出てくればいいんですけど、出ました。花道予告、激アツ。いやもうそろそろ当たってくれないと。300ですよ、200ハマりましたね、さっきの最終決戦から。回ってますね、はい、大丈夫です。一撃、いやー、はまりましたね、304回転。さっきのね、最終決戦104回転なんで、本当200回転はまりました。あー、入ったー。入るときね、あっさり入れますね。やったー、よし、よし、よし、最後に連チャンして終わろう、今日も。はい、ありがとうございます。いや、ちゃんとね、4回目ぐらいで入ってくれるけどね、300ハマっても全然いいです、ありがとうございます。そして、追加投手の立花は依然当たりが重く、ちょっと暇なんでね、今日という一日を振り返ってみようと思います。何が良くなかったのか。朝一の、ドキドキスタートの天国で1450枚ほど獲得しましたよね。もうね、あそこでやめて剣が正解、間違いない。よし、449ゲーム、ビッグボーナス頼むから上がってちょうだい。総投資が1万9000円でございます。だいぶ使いましたね、追加投資1万7000円。最後に手痛いハマりを食らった橘、粘り続け執念の天国突入。まさに大事故を起こした沢、2回目のセイントラッシュも大量上乗せ。正成も3回目のストックタイム突入、見事に連チャンを重ねていった。試練の下克上マジバトル、最終戦橘は勝利をつかむことができたのか。注目の実戦結果はこの後すぐ。実戦終了、お疲れ様でした。お疲れ様でございます。なんかね、明るい雰囲気が2人からプン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 に寄ってきますけども、はい、ハッピー、はい、はい、早速結果の方を発表していきたいと思います。はい、私からいきたいと思います。はいはいはい、はい、私たちはなりのおきどきと凱旋を打ちまして、最終的にですね、もうサクッと結果から言います。投資1万9000円で、回収が717枚ですので、3枚マイナスの233枚でございます。かわいいね、ジャグラーか。そう、それを待ってた、ね、完全にそれを待ってました。ジャグラーか、はい、あのですね、途中までプラスだったんですけど、最後ドキドキが542、449とハマりまして、はい、4連で終わってしまいまして、この通りでございます。はい、はい、見ててくれた皆様はもう結果の方分かってると思いますが、はい、先輩チームから、はい、どなたからいきますか。私から行こうかな。しげさんの方から、はい、じゃあ結果の方お願いいたします。はい、まさしげはですね、パチンコ犬やシャを1台打ち切りまして、はい、3回入ったのかな、V には、うん、ただあの4ラウンドで、ね、振り分けにめっちゃ負けたですけど、はい、はい、投資の方が8500円、安いんだよ、安い、回収がですね、枚で言いますと1543枚、うん、なので、プラスの1118枚となりました。はい、はい、負けてます今私、はい、もう負けてます、はい、そうね、はい、もう負けてますけど、もう負けてるね、もしかしたら
からマイナスかもしれないですからね。そうね、もしかしたらプラスです。そんなことはないよね。誰かを待ってましたからね。プラスですよね。はい、お願いします。はい、私はセイヤをですね、はい、朝から打って、はい、1台です。で、セイトラッシュ2回引いたんですけど、うん、両方伸びましてですね、うん、すごいね。はい、まだ継続中です。わけがわからないよ、ね。投資がですね、はい、3,000円。わけがわからないよ。一番安いよ。そうなんですよ。回収が今3500枚は確実にあるんですけど、はい、まだ、はい、今ペガサス覚醒をもう一回やって、はい、そこでもう時間切れっていうことなので、はい、サマエが3350枚のプラスです。よー、すごい。はい、ということで、はい、我々のトータルをどうぞ、しげさん。はい、トータルの方がですね、プラスの4468枚です。はい、イエーイ。暫定。暫定。はい、ということで今回は先輩チームの勝利でございます。おめでとうございます。もうね、この5回まで の、うん、先輩チームのマイナス分をもうプラスにできるんじゃないかっていう勢いですよね。もうできそうに、はい、これ抜いちゃった？もしかして、もうあと700枚ぐらい出してもらえれば、もう多分おそらくプラスになると思います。出る出るって出るよね。出るついでにさ、だってさ、ついでにさ3万円まで抜いちゃったよ多分。あ、うちらごめんごめん、ごめんね、ごめんね。はい、ということで今回私が負けましたのでお二人に美味しいお酒をおごりたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。ね、いろんなトークもろもろ含めて居酒屋の方に移動したいんですが、はい、澤選手、選手初の居残りですね。ゲストの方でよかったな、浮いたな。そうなんですよ、浮いたな。後から来そうで怖いんですよね。後からもうやってるみたいな感じで来そうで、お腹も空いてるしね、はい、その頃にはできればこのまま新幹線乗っていただいて、はい、なかったことにしていただければと思いますのでね。私しげさんは、はい、居酒屋の方に移動したいと思います。はい、はいはい、せーの、後輩ごちそうさまです。ごちそうさまです。ちょっと難しい。あったです。はい、ということで居酒屋さんに移動してまいりました。はい、来ました、ね、女子力がだいぶ高めの居酒屋さんに着きまして、はい、はい、では乾杯からいきたいと思います。 いいですね、しげさんお酒じゃないからお金がかからない。かからないよ、安上がりだよ。いいですね、はい、はい、それでは後輩でいきますかね。あ、はい、後輩ごちそうさまでーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いただきますって言いそうになっちゃった今。うん、いただきます。はい、はい、ありがとうございます。すごい、いちいちおしゃれな ねこれちょっとこっちにします。すごい、うん、フリットだから。すごいですね。この隣についてるのはわさび。わさびちゃん。わさびちゃん。この青いのわさびさん。わさびさんです。こちらがわさびさんです。はい。何の話を、フリット食べていい？あ、どうぞ。熱いうちに。ちょっとじゃあフリット食べてる間にですね、セカンドシーズンの振り返りをしていこうかなと思います。今日がね、最終回ですので。寂しい。寂しいですね。半年間にわたりやってまいりましたが、はい、セカンドシーズン1回目が、ね、秋山さんとキンさんで、先輩チームのプラス3280円ですね。結構出た、出てますね、はい、で私がマイナス1850円で、セカンドシーズン2回目が矢部明乃さんと天野真菜さん、これが、トータルマイナス2132枚で、私が2283枚、マイナス争いで負けました。ギリ負けた、ギリ負けてるんですよ。ギリ負けてるんですよ。うん、惜しいな、ね、で、第3回目が赤点さんと三沢さん。そう、これ三沢さんの回の時も言われたんですよ。女子力全然アップしてないっつって。あ、変わってねえよ。でもあの時だけハンカチ持ってったんですよ。言われると思って。でも今日ね、油断しちゃったんですね、残念ながらね。はい、で、この2人の時の回が先輩チームがマイナス2052枚で、私がプラス1140枚。プラスになる。はい、どんどん行きましょう。で、次4回目がみそさんとたまちゃんさん、うん、で、先輩チームマイナス3430枚、私がマイナス2242枚。もうふんべりけったりない。ひどいですね。入れなくなった日でしょ。なんで知ってるんですか。そうです、そうです、知ってる知ってる。有名、おかげでベロベロでしたよ、3人で。そう、3人やったっけ。そう、たまちゃん次の日も閉じ込められたんですよ、ね、大阪の。かわいそう。3人並びで帰って、うん、お酒飲んでたもんで、なんか長いねなんて、もう一本行くみたいなずっとやってベロベロでしたね。中で売っとるけどね。そうそう、ベロベロになっちゃったと思う。そうです。第5回目が河野さんとラギさん、うん、で、先輩チームがマイナス1020枚で、私がプラス3891枚、うん、
会社ですね。はい。で今回第6回目で、これ見ていくと、やっぱ今日が一番プラスなんですよね、先輩チーム。そうだね。で2人ともプラスの回が、その初回の秋山さんとさくらきゅんさんの回だけですので。なら、それ以来。そうです。なら、そうです。さすがですね、まとめてくるのね。ただ3人の時は全然勝てないんですけどね。なんでやろうね。何なんでしょうね。ねえ、おかしいね、うん。飲み始めて1時間ほど経過したところで、すごい嬉しそうですね。好きなの。お昼大好きなんですね。好きなの。お酒飲めないのにね。ねえ。あ、私。お疲れ様です。お疲れ様です。間に合った。間に合った。すごい。すごい。はい、間に合った。ちょっと真ん中にどうぞ。ありがとう。はい。ああ、ごめんね。お疲れ様です。ごめんなさいね。いいね、取り切っちゃって。取り切っちゃって。いい笑顔だ。ね。しかし。はい、あれ、ね、こちらですね。いきますよ。後輩、ごちそうさまでーす。お疲れ様です。お疲れ。後輩ごちそうさまですってなんか安ね。やっぱり。ああ。え？何枚出たんですか結局。4,668。プラス210枚になりました。ありがとうございます。せーの、ジャグラー化。分かってなかった。待って待って待って、まだ200何枚って言われてないもん。そうそうそう、ね、ごめん、そうそう、ね、おしゃれやった。今飲んでる？飲んでる、ま、強め強め強め、コーラ強め、家が浅くない。はい、なので、私が6回トータルがマイナス1577枚ですので、はい、先輩チームの圧勝と、3勝3敗になりましたね。うん、勝ってもない、3枚も負けてる、うん、何が下克上だってね。言ったじゃないですか。これからじゃない？オープニングで言ったじゃないですか、うん、考えてって出しすぎなんだよ。私が出せばいいとかのレベルじゃないでしょ。ちょっと考える余裕なく当たっちゃったから、ついね、先生嫌じゃないですよ。いい加減にせいやですよ、こっちは。えっ、お後がよろしいよ。よろしくない。はい、ということで、はい、セカンドシーズン下克上ならずなんですが、うん、なんと、ちゃんとごちそうさまですが、うん、サードシーズン決定いたしました。すごいね。続きますね。まだワンクール続けます。半年間、はい、先輩たちと激戦激闘を繰り広げたいと思っております。はい、ね、お二人にもぜひ来ていただきたいんですが、はい、来てくれますか。いいと思うってこと。さっきのジャグラーかはできないので、そこはできるんですね。そうですね、いいと思うってことですね。はい、ということでですね、セカンドシーズンはこのような結果になってしまいましたが、サードシーズンもあるということですので、そちらでね、下克上の方を果たしたいと思いますので、来月を皆さんお楽しみにしていただければと思います。それではありがとうございました。またお会いしましょう。真面目か。ちゃっちゃ。